皆さんこんにちは私は伊藤塾司法書士試験科講師の関信俊と申しますよろしくお願いいたします、えー、こちらはですね司法書士過去問向上委員会2022第17話民事保全手続きでは厳格な手続きも採用されていますの回と、まあ、いうことになりますはいというわけで 今回は民事保全法ということでやっていきたいと思います。で、民事保全手続きについてはまあ、イメージ的にはですね。あのまあ、かなりえー、まあ、緩やかな簡略化された手続きが採用されているとまあ、いうようなイメージをお持ちの方が多いと思うんですよね。 で、まあ、そのこと自体は、その通りなんですけれども、でも、民事保全手続きは、 決してですね、あの、ただただ簡略化、緩やかな手続きにしているというだけじゃなくって、えー、きちんとですね、えー、締めるべきところは締めるというか、まあ厳格な手続きですね、えー、これを採用している部分もあるんですね。で、まあそこのところを今回はちょっと強調して説明しようかなというふうに思っておりまして、まああの、前半のところは、あの、やっぱり、 より緩やかな手続きみたいな説明の部分ということにはなるんですけれども、えー、講談の部分でいやいやあ厳格な手続きもあるでしょっていうような話の流れで説明をしていきたいと、まあ、いうふうに思っていますでまずですね、えー、と民事保全手続き一般のま特質についてですね確認をしておきたいと思うんですけれども 民事保全手続きの特質としてはいくつかありますけれども。 まずは緊急性、そして密効性ですかね、まあ、緊急性の話と密効性の話は厳密には別なんですけれども、まあ、両方こう絡み合ってる制度とかが多いので、まあ、セットで説明しておこうかなというふうに思うんですけれども、この緊急性、密効性というのは、そもそもまあ民事保全手続きっていうのは、訴訟を行う場合ですね、えー、まあ結構時間がかかりますよね、判決が出るまで、何ヶ月もかかってしまったりすると。 その間、ですね目的となっている権利が処分されてしまったりするとせっかく最終的に勝訴判決が得られたとしても権利が実現できないと、まあ、いうことになってしまうのでそのためにまあ権利をとりあえず保全しておこうというのが民事保全手続きですからね、まあ、それだけ時間的に切迫した状態。 本案である訴訟手続きにおいて、勝訴判決を得るまで待っていられない、まあそういう状態で行うわけですから、緊急性があるということですよね。はい。で、また、場合によってはですね、 そのような民事保全の手続きを行おうとしているということが債務者側に伝わってしまうとですね債務者側による妨害行為などがですね行われる可能性もありますその点から債務者に伝わる前に行っていかなければならないというような密効性というようなことも求められたりするとでその結果例えばなんですけれどもはい 民事保全手続きに関する裁判については、口頭弁論を経ないですることができますよということとされており、まあ、それとの関連性からですけれども、裁判の形式がですね、すべて決定、 または命令ですかね。あの、まあ、決定が多いですけど、一応命令もあるということで、まあ、決定または命令と、ま、いうような形で、え、行われると。で、どっかで聞いたことあるかと思うんですけれども、よくこの、オール決定主義っていうふうにね、言われたりするんですね。で、まあ、命令の場合もあるので、ポイントは全部決定ですよっていうよりは、まあ、判決ですね、厳格な手続きが要求される判決によらなくていいですよという意味で、まあ、オール決定主義。 いう言葉が使われてるなというふうに思っていただければと思います。で まあこの話、後ほど後の方で出てくる話にちょっとつながってるんでね。はい。ただ適当にあの、例えを挙げただけじゃなくて、後の方の話で出てきますよということなので、まあちょっと頭の片隅に入れておいていただければと思います。はい。で、まあこの緊急性密航性ということもあるし、で、今回の話との関係ではより重要な特筆がですね、この次の事柄なんですね。はい。 暫定性と、まあ、いうことですよね。で、えー、これ民事保全手続きはですね、先ほど申し上げたとおり、本案についてはですね、民事訴訟手続きで、まあ、決着をつけることになるわけなんですね。民事訴訟手続きの方で、 権利、義務、権利がある、義務がある、権利ない、義務ないとかですね。まあ法律関係のある、なし等の確定ですね。これは、まあ民事訴訟手続きで行っていくわけで、で、その際に、まあ権利を保全しておこうっていうことで行う民事保全手続きでですね、まあ民事訴訟手続きと同じような厳格さが要求されたら全く意味がなくなっちゃいますよね。<laughs> うん。で、えー、従って、 あくまで、権利義務や法律関係の確定は、本案であるところの民事訴訟手続きの方で行うわけですから、民事保全手続きはあくまで暫定的なものだと。であれば、本案は、まあ厳格な手続きで行われるわけですけれども、その本案と比べて、まあより緩やかな手続きでいいでしょうと。まあそうでないと、そもそも意味がないよねと、まあいうようなことなわけですよね。はい。 で、それを前提に、まずはちょっとこの暫定性から、えー、手続きが緩やかだよねっていうのをちょっと過去問で見ていきたいと思うんですけれども、今回4つ問題見るんですけれども、一つ目はこちらですね。民事保全法平成20年第6問の足の位、えー、伊藤塾の厳選過去問集だと民事保全法のナンバー2なんですけれども、読みますと、仮の地位を定める仮処分命令の申し立てにおいては、 保全すべき権利または権利関係及び保全の必要性は証明しなければならないという問題で で、えっ、ー、と、生後はどうかっていうと、まあ、誤りってことですよね。民事保全手続きでは、証明までは必要がなくて、署名で足りますよと。で、まあ、これ、本案である訴訟手続きと保全手続きで、えー、比較することが大事なんですけれども、あ、そうそう、この問題、あの、一応最初のところ、仮の地位を定める仮処分命令ってなってますけど、これは、あの、<laughs> 仮の地位を定める仮処分命令に固有の事柄ではなくて、えっ、ー、と、すべての保全命令で共通ですからね。まあ結構民事保全法の問題ってこういうの多くてですね、なんか仮の地位を定める仮処分とか出して、なんかどうだったかなとか思わせつつも、何のことはない。保全命令、一般的に共通の事柄が聞かれてたり、ということが多かったりします。まあなので、まあ保全命令、共通の事柄だなと思っていただいて、 で、えっ、ー、と、訴訟手続きとの比較ってことなんですけれども、まあ、民事訴訟手続きではですね、えー、権利については証明することが必要ですよね。証明しないと、えー、勝訴判決が得られない。まあ、あの、争いのある事実については証明が必要だと。まあいうことですかね。で、 えっと、この証明っていうのはですね、言い方を変えると、まあ合理的な疑いを入れない程度の、まあ、真相が得られることと、まあいうことになります。まあだから、よっぽど無理やり、そんなことありえないんじゃない的な、まあ理論的には、まあなくはないけど的なのはもしあったとしても、まあ通常考えたらそういうことはないよねっていうような、 状態ですかね。まあ、合理的な疑いを差し挟む余地がないと。え、よっぽど変な理屈立てないと、そうは、それをひっくり返すことできないでしょう。というような程度の、まあ、真相ですね。まあ、これが証明ということになります。で、これに対して、 民事保全手続きにおいては、署名で足りるということなんですけれども、この署名はですね、言い方を変えますと、一応確からしいという程度でいいんですね。でだから、可能性としてはそれは十分あり得るなっていう程度でよくて、それが覆せなくなるような程度の証明と比べてですね、そのような覆せなくなる程度の真相は必要はないんですよと。まあそういうことになります。 でそれから、えー、同じく暫定性ということで言うとですね次の問題なんですけどゲスト向上過去問2問目こちらになります、えー、民事保全法平成5年第2問の足の5厳選過去問集団ナンバー6の問題ですけれども保全広告についての裁判に対してはさらに広告をすることができる。 という足で。で、これ、正語はどうかっていうと、まあ、誤りってことなわけですよね。で、何が言いたいかっていうと、民事保全手続きは二審制ですよっていうことなんですよね。で、これも、まあ、えー、本案である民事訴訟法、民事訴訟手続きと比較していきたいわけですけれども、はい。えー、民事訴訟手続きは、皆さんよくご存知の通り、三審制が取られてますよね。で、三審制っていうのは、 えー、まあ、第一審、控訴審、上告審の三審級ですね。あの、三回審理するっていう意味じゃないですかね。あの、三つの段階の審級の裁判所に判断してもらえると。まあ、いうのが三審制と。まあ、いうことになりますね。で、これに対して、民事保全手続きでは二審制ですよと。まあ、いうことですね。はい。で、二審制っていうのは、まあ、 具体的には第一審と広告審。だから、まあ、あの、広告できる場合であっても、さらに再広告と、まあ、いうことはできませんよ、と、まあ、いうことになります。で、あの、まあ、民事保全手続き、民事保全法を勉強していると、異議を申し立てて、意義審っていうのが行われたりしますけれども、あれは、 同じ進級ですかね。あの、第一審で保全命令が出されたという場合に異議が申し立てられて異議審が行われるのは第一審と同じ進級ということになりますし、まあ、広告審で保全命令が出された場合は広告審に対する異議審っていうのがなされたりしますけど、いずれにしろ、元の裁判、 がなされた新級と同じ新級ですから、カウントはいたしませんと、まあいうことになりますよね。まあ従って、だから先ほど言った通りね、二審制とか三審制とかっていう時に、二回審理するとか三回審理するっていう意味じゃないですよと。二審級なり三審級ですね。二段階なり三段階の裁判所で審査が行われると、まあいう意味ですよということで、そういう意味で言うと、民事保全手続きは二審制だと。 二つの段階、二つの新旧の裁判所によって、えー、審理したらそれで終わり。で、さらにそれよりも上の上級裁判所に行ったりはしませんよと。まあそういうことになりますね。この二つ、今、過去問で見た二つですかね、署名で足りるとか二審性っていうのが、まあこの暫定性っていうのをよく表している事柄なんですけれども、あとさらに追加で、えー、もう一つ言っておくと、えー、例えば、 保全命令の申し立てを取り下げる際に相手方である債務者の同意が不要だし、逆に債務者の方が保全意義や保全取り消しの申し立てを取り下げる際に相手方である債権者の同意が不要っていうのはありますよね。で、まあイメージとしては民事訴訟手続きにおいて、 訴えの取り下げをしたり、反訴の取り下げをしたりと、まあ、いうことを考えていただくと、本案について、弁論または診述した後であればということですけれども、相手方の同意が必要ですよね。訴えの取り下げとか、反訴の取り下げについては。で、これっていうのは、相手方もですね、相手方側の勝訴判決による規範力、相手側にとって有利となる規範力をですね、 えー、その民事訴訟手続き、今回行われている訴訟手続きで、もう白黒をはっきりしたいと、決着つけたいという利益があったりするわけですよね。で、だから本案については、訴えの取り下げとか、反訴の取り下げとか、まあ原則としてにしとこうかな。あの、えー、相手方の同意が必要だったりすると。でも、えー、民事保全手続きは全くもって暫定的なものであって、相手方が不服があるのであれば、 まあそれは、んまずもってその本案の方ですね、民事訴訟手続きで決着をつければいいので、保全手続きのところで、いやいや、保全命令の申し立て一旦しておきながら取り下げるとはどういうことだって言って争ってみてもですね、まあ仕方がないわけなんですよね。まあこれも、まあ暫定性の表れの一つと、まあいうことになるかと思います。ここまではですね、あ,あの、どちらかというと皆さんがイメージとして持たれているであろう、暫定性ゆえに、まあ手続き が緩和さされれてていいるる、まあ、簡略化されている、えー、そういう部分ということなんですがでもですねあの皆さん考えていただきたいんですね本当に民事保全手続きそんなに緩やかな手続きというだけでいいんですかっていうことですよねで実際あの実務を、まあ、訴訟事件とかですね扱うことになるとむしろですねこの保全処分が 出されるか否かのところで、もうほとんどもう勝敗を決する。まあその後に、一応理論的には本案がですね、控えてると、訴訟手続きが控えてると、まあいうことではあるんだけれども、もうあの、 保全手続きですね。仮処分とかが出た段階でもう相手方はもう諦めてしまう的な、まあいうようなところもあったりしてですね。えー、かなり、まあ、重要な手続きではあるんですよね。で、従ってですね、はい。うん。まあ、それをね、もうちょっと平たく言うと、まあこんな感じなわけですよ。で、例えば、保全処分がされましたと。で、そうすると、 債務者の側としてはですね、まだこれから訴訟が行われる、そこで決着がつくはず、本案のところで決着がつくはずで、まだ本案で敗訴したというわけではないにもかかわらず、今のもうずっとその判決が出るより前の時点で、既に権利が制限されてしまうってことになるんですよね。これは債務者にとっては、まあ極めて重大な事柄だよな。 まあいうことになりますしそれから逆に保全処分がされないということになるとまあ最初に申し上げたとおりなんですけどまあ債権者としてはですねたとえ時間をかけて本案で調査判決をですね勝ち取ったとしてもですねすでに目的物が処分されちゃってたりすると結局絵に描いた餅のような。 状態になってしまって権利が実現できないということになってしまうじゃないかとでそれだけまあ債権者にとっても債務者にとってもですね保全処分がなされるか否かの判断は本案と同じぐらい重大な事柄なんですよとまあ、そういう意識もぜひ持っていただきたいんですねでそこで まあ、先ほどから申し上げている通り、まあ、緊急性ですとか、まあ、暫定性などの観点から、まあ、手続きを緩和すると、まあ、いうことが行われている一方で、でも、当事者の権利、しっかりと保障していかないといけないよね。 いう観点から、実は厳格な手続きも採用されてるんですよと。と、まあ、いうことなんですよね。まあ、ここからが、まあ、今回のまあ強調したいところとと、まあ、いうことだと思っていただければと思います。で、これに関して、えー、過去問、あと2つですね、ちょっと追加で紹介したいんですけれども。 はい、えー、本日のゲスト向上過去問3つ目はですねこちらになります、えー、民事保全法平成30年第6問の足の尾ですね、厳選過去問集だとナンバー1なんですけれども、読みますと、保全執行は保全命令が債務者に送達される前であってもこれをすることができる。 で、まあ、この足自体は、まあ、この中身がどうっていうわけではないんですね。これの、まあ、答えは、まあ、さらっと触れておきますと、まあ、正しいということで、まあ、先ほども説明した密航性の観点から、まあ、債務者にですね、えー、債権者側の動きが伝わってしまうとですね、妨害行為がされてしまう可能性があると。そこで、 債務者に送達がされる前の段階で保全執行をしてしまうということが認められていますよ。まあ、いうことなんですよね。強制執行の場合は、債務名義がですね、債務者に送達された後、まあ、同時か後ですかね。でないと、強制執行はできないということですけれども、保全執行は債務者に送達される前に行うことができる。まあ、いうことなんですよね。で、密航性の観点からということで、まあ、それはそうなんですけど、今回強調したいのはですね、 えー、アンダーラインが引かれてる部分です。債務者に送達される前っていうことですね。あ,あ、保全命令って債務者に送達がされるんだと。で、あれ債務者に送達されるんだっけっていうところをですね、あの、しっかりとちょっと考えておいていただきたいんですね。で、何かっていうと、 はい。まあ民事訴訟法で、えー、やること柄かと思うんですけれども、告知方法ですね。これが裁判の種類によって決まっておりまして、で、はい。判決はですね、まあこれ極めて重要ですから、送達をしなければならない。まあ送達はいろいろ記録を残したりっていうこともあって、えー、この告知方法の中では、いわゆる厳格な手続きという位置づけなんですね。で、それに対して、 決定とか命令ですね。まあ、これについてはですね、えー、告知は、相達によることは必要がなくて、相当と認める方法。条文上、このように規定してるんですけれども、相当と認める方法。まあ、口頭で伝えたりとか、電話とか、まあ、ワックスとかでもいいっていう、まあ、テキスト的には書いてあったりするわけですけど、そういう、ま、相達と比べると、緩やかな方法で、え、告知することができますよっていうのが、原則なんですね。 で、しかし、まあ、最初の方でやりましたよね。保全命令は、裁判の形式としては、どのような形式だったかっていうと、まあ、これ命令ってついてますけど、決定ですね。はい。えー、決定でされると、まあ、いうことになるわけですよ。で、だから、本来であれば、 保全命令が決定でされる以上原則だったらですね原則通りだったら相当と認める方法で告知すればいいってことになるはずだったわけなんですよね。でしかしいやいやってことですよね先ほど説明したとおり保全命令って当事者にとってはめちゃくちゃ重要じゃないですかってね先ほど途中で話したとおり。あの実際上は 配送判決、焦燥判決と同じぐらいの重さがあったりするわけですよね。で、そうすると、そのような内容を有する保全命令については、判決の場合と同様の告知方法、すなわち、送達をしなければならないと。まあ、そのような厳格な手続きですね。これが採用されているんだと。まあ、そういうことになります。それから、はい。もう一問、これが最後なんですけれども、 はい、適切な問題がなかったんでちょっと回り道する感じの説明になっちゃうんですけれども一応問題はこれです、えー、民事保全法平成5年代2問の足の1、まあ、厳選過去問集だとナンバー6なんですけれども読みますと債務者は保全命令に対してその告知を受けた日から2週間内に即時広告を申し立てることができる。 っていう足で。で、よく勉強されてる方は、ま、あの、間違いだっていうことがよくわかると思うんですね。ま、誤りで。で、ちょっと問題としてはしょうがない、これぐらいしか、あの、なかったので、これにしたんですけれども、これを、じゃあ正しい足に変えるとしたらどうなりますかっていうことでちょっと説明していきたいと思うんですね。正しく直す方向性としては2つあって、この2週間内に即時広告っていうところを活かすんだとすると、 こういう感じになりますかね。 主体が債務者じゃなくて債権者ですね。で債権者がまあ、債権者の側が不服を申し立てるので、まあ、保全命令の申し立てを却下する決定ですねがされたと。でその場合にはその告知を受けた日から2週間内に即時広告を申し立てることができるとまあ、いうことになります。でこれだったら正しいと。最初のところを債務者じゃなくて債権者に変えて、その次のところも保全命令じゃなくて保全命令の申し立てを却下する決定 というふうにすれば、2週間内に即時抗告ができる、で正しいということになります。で、それから逆に、債務者の方を残すとしたらですね、はい、債務者の方を残すとしたら、こういうふうになりまして、 と、債務者はですね、保全命令が出た場合は、いきなり、えー、上級の裁判所に広告するのではなくて、保全意義ですね。あの、先ほどもちらっと説明しましたが、同一新級の裁判所に対する不服申し立てである、保全意義を申し立てるということになります。で、保全意義についての裁判がされると、いよいよですね、えー、その送達を受けた日から2週間内に、保全広告ですね、えー、即時広告ではなくて、保全広告、 という形で、まあ、上級の裁判所に不服申立てをすえっ、ー、と、債務者っていうところを残すとすれば、保全意義についての裁判について、2週間以内に保全広告ができますよとすれば、まあ、正しい足ということになります。で、この今、正しく直した2つの足、もう一度出しますけれども、はい。強調したいのは、 この赤い文字になってるところですね。えー、2週間以内に即時広告を申し立てることができるっていうところですね。で、即時広告も保全広告も広告なわけですけれども、まあ上級裁判所に対する副申し立てなんだけれども、広告期間どうだったかっていうと、2週間なんですね。 うん、で、あれ広告期間って2週間だったっけっていうこともちょっと考えといてほしいわけですよね。で、広告期間の比較ということなんですけれども、例えば、民事訴訟法にも即時広告っていう手続きがありますよね。で、それから民事執行法では執行広告。 っていう手続きがあります。まあ、どちらも、上級裁判所に対する不服申し立てということなんですけれども、広告期間どうだったかというと、これはどちらも1週間なんですよね。うん。で、それに対して、今すでに上のところで表示してますように、民事保全法上の即時広告とか、あるいは同じく民事保全法の保全広告ですね。これの広告期間は2週間なんですよ。 で、そうすると、うわ、ちょっと危ない感じがしますよね。同じ即時広告っていう名称が使われているにもかかわらず、民事訴訟法上の即時広告は1週間、広告期間が1週間なのに、民事保全法の即時広告は2週間、ね。 同じ即時広告でも広告期間違うんですよ。まあなので、ここのところは十分注意してほしいなということなんですけれども、なぜに民事保全法の広告、まあ即時広告、保全広告、両方ともなんですけれども、2週間と、えー、広告期間長いのかというと、まあ先ほどから申し上げている通り、まあ判決と同じぐらいの重要度を持っているんだと。だから、この不服申し立て期間についても、まあ判決に対する不服申し立て て、まあ、控訴上告ですけれどもこれの控訴期間上告期間って2週間ですよねでしたがって民事保全法上の即時抗告とか保全広告もこの判決に対する不服申し立て期間と同じにしているわけですね、えー、それと同じぐらいの重要度があると考えて控訴上告期間と同じ2週間となってますよと、まあ、いうことなんですよ、まあ、なので、 まあ、ここのところですね。まあ、特に即時広告がですね、民事訴訟法上の話か、民事保全法上の話かで広告期間違ったりしますので、ぜひ注意をしてください。 ちなみになんですけれども、えっ、ー、と、民事保全法上即時広告と保全広告と2種類あるんですけれども、この違いは何かっていうと、これは再度の考案ができるか否かの違いと、まあ、いうことになってますので、あの、広告期間ですね、えー、これは共に2週間で変わりがありませんので、まあ、厳格な手続きということになってますので、えー、そこのところですね、押さえておいていただければなというふうに思います。 えーとそれではですね今回は以上になりますまた次回もお楽しみにしておいてください